にちは、りょうこばあばです。今日はですね、この間ダイソーさんで買ったフォトフレームにクリスマスの小物を飾ろうかなと思っています。このフレームはですね、ダイソーさんで、これ同じものですけど、スタンドタイプの L 番サイズって書いてあります。ナンバー2ですね、ナンバー2です。それでもう上のフィルムは外しました。外して直接もここにボンドでこうくっつけようかなと思っています。それで直にね貼ってもよかったんですけど、ちょっと温かみのあるね額にしたかったので、中細のニットで、余り糸のニットでメリアスアミー1で貼りました。であとはサイズに合わせてゲージ取って編んだんですけど、で両端は2目ずつカノコ編みみたいにしています。下の段も上の段も、周りは2目と2段ずつですね、カノコ編みで編みました。それでこう角をこうかぶせたみたいにボンドを両面にこう貼り付けて、全体にでこう押さえながら、こっちもこう押さえながら貼り付けました。で裏はですね、ただ留めてるだけではグラグラするんで、これももうペタッとこう四隅にボンドつけても、これ自体は動かないようにくっつけました。たら動かなくなりましたね。でこれから小物を貼るんですけど、この間編んでたんですけど、それらをちょっとくっつけてみようかなと思って、ヒイラギとですね、からプレゼントの箱とリースですね、リースと靴下と、あと別にですね、星みたいにレース糸で編んで3つ編んでみました。それとちょっと寂しいかなと思って国旗を編みました。どこの国旗ですかね、これノルウェーかな、これどこだ、これはどこかな、ちょっと色味の糸があったので見えないですね。木をこんなして3つ編みました。でこれらをこのフレームに貼り付けようかなと思います。こういうのはセンスを問われますよね。私は全然センスがないもんで、いつもこう作った後に子供たちから、こここうしたらよかったんじゃないとかいつも言われますけどね。最初ヒイラギから、最初どんなするかな、ちょっと合わせてみますね。こうやってだいたいさっき決めてたんですけど、で国旗を青いのを真ん中にしようかな、こんな感じで、こういう小さい編み物も可愛いですよね、フレームの中に入れて、こんな感じ であとは星の、雪の結晶みたいな星の形を置いていこうかなと思いますけどね。こんな感じでいいかな、どうですかね、いいですねちょっとあんまり自信がないんですけど、こんな感じで貼っ付けていこうと思います。ボンドはもう
自分の家にあるこういうので開けていこうかなと思います。まず最初にヒイラギからいこうかな。緑と赤でなんだろ、かわいいですよね。キュッとして、であとは上からいきますかね。細かい作業も楽しいんですよね。よいしょ。子供のままごと遊びみたいですけど、こういうのするの好きなんですよね。ホッキもね、編むには簡単なね、国の国旗しか編めませんもんね。彫ったのはできないし、だから3色とか2色でまとめられる国旗にしました。少し乾いてきたら、もっとこう押さえつけたら外れなくなりますよね。あとは欲しいですね。あとはだるま、だるまじゃない、雪だるまとかね、帽子とかいろいろありますよね、小物がね。ああいうのもあんで、サンタさんとかね、編んでからこういう風にくっつけたらまた違った感じで可愛くなりますよね。とりあえずこうボンドつけてから軽く乗せときますね。これは四角にこう箱型に編んで中に綿を詰めています。
もう私一人で、次女夫婦がね金曜日から泊まってたんですよ。こっちであのお祭りがあってるもんだから、近くには住んでるんですけどね、すぐ週末になったら泊まりに来るんですよ。やっと二人が帰ったから静かになって、今動画を撮ってるんですけどね、今日までお祭りがあってるんですよね、こっちの方は。もうちょっとこう乾いて、ボンドがこう乾き加減の時にくっつけたら固まりますよね。こんな感じでできました。可愛いですよね。クリスマスシーズンになったらちょっと 窓辺にね飾ったり、机の上に飾ったりして、お部屋を華やかにねしてくれるフレームですよね。こんな感じでミニミニの小物を編んでつけました。かわいい。これは出来上がったんですけど、昨日の動画で財布をね、ガマ口財布をくっつける前まで編んでたんですけど、ちょっと塗ってみました。やっぱり黄色とオレンジと悩んだんですけど、オレンジにしました。黄緑色とオレンジは合いますよね。私だけかな、そう思ってるのは。そして表の方にこんなしてお花を編んでつけました。やっぱりまだがま口財布作るにはちょっとまだ慣れないですね。まだ作った回数が少ないので、なかなか苦労します。私はここにこう入れ込むのに苦労しますね。だからやっぱりここ2箇所止めて、ここもカーブのところも止めて、両方ここも縫い付けて、やっぱり10箇所は縫い付けんと私には無理です。皆さんね、上手にこう動画見てたらしてありますけど、まあやったことなかったので何でも挑戦しようと思ってね、今回からがま口にも挑戦してるんですけど、難しい。こんな感じでお財布もできました。からフレームとお財布の完成です。かわいいですねかわいいかわいいってこんな感じでできました。ではまた次回動画アップしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。